はい、皆さんこんにちは。今日は LINE カッターが届いたので紹介したいと思います。 LINE カッターは釣り糸を切るだけのハサミみたいなもんなんですけど、前使ってたやつ海に落っこっちゃって、でずっと今まであのハサミでやってたんですよ。で買おうと思ってたんですけど、今日ちょっと届いたんで紹介してます。前はデュエルのラインカッター使ってましたね。このハサミだとあの針糸に結んだ後に余る糸があるじゃないですか。あれをちょっと切りにくいんですよね。あとは荷物の軽量化ですかね。本当に便利なんで、釣りやってる人で使ってない人いたらぜひ買った方がいいと思います。まあこれにピンオンリールっていうのをつけて伸び縮みするやつがあるんですけど、それはまた別で紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメント待ってます。またな。